2時間かかる俺は週5時間の1時間毎日行く手話の4に5で朝の気配遮断して相談な音楽をあえて聞く民度高めな東横ライン皆手にはLINEでもベビーカーに気づく配慮おばちゃんの持てる紙袋ちゃんとした和菓子屋の持ってどこ行くの コミンの先生が言っていた1日8時間寝ていたら60歳のアニバーサリーは20年間寝てる手話あの人はどこで乗りどこで降りるのかまではわからないけど生きてることを感じていたいとチェルル俺のゴールは結婚じゃないけど Win Every morning たまに直通なんて通り越していくフトクテイノー思いが総空まとめる必要なくない俺は山の手ユーザーにはならない回るマリオネットルーザーにならない追い抜き選ぶと聞いてきるだけ回避するJRと西武と京急いつもメトロと小田急東急センキュー少し歩いたって遠くも終わったって例えば100万円降ってきたとしてもはやは乗らないぜラプトウェイオンラプトウェイオン正しい確認行きは下り帰り上りに限る笑い。これはやっぱり鉄則でしょ俺の終点はやっぱ頂上でしょ Every morning, every night 都市内の上に席を譲ろう移動時間だけが人生と人生の交差見て 0.5 時間弱のエーテルを得て